さてっと、アレクサンドリアと三つ星との距離を取ったからといって私のやることは基本的には変わらない。影に潜み影を探り、場合によっては影を狩る。今の私にできることはそれだけだから、おとぎ話は終わりってね。素直に薬品店へと忍び込むだけで何か尻尾がつかめたならラッキーだけど、無駄足になりそうな確率の高い調査を率先してやろうとしてるなんて我ながらどうかしてる。そう、普段ならやらないようなことを。やっぱり精神的にダメージ入ってるのかな。アルファ様ならって笑って、わずかな手がかりを探るのも大切よなんて言うのかも。そう、わずかな手がかりでも本命につながる可能性はある。あの時イータもそう言ってたっけ。イータ、薬品の解析終わってる？寝てる？起きてる。終わってる。それじゃあ解析結果と所見聞かせてもらっていい？返事してるのかうとうとしてるのかどっち？両方だと思った。それでどんな感じ？解析した薬は魔力痕跡を完全に消し去る薬品だった。この薬一応普通に市販されてる。値段は高くて人気もない。痕跡をはっきり残すための薬品は知ってたけど、消すための薬品も存在してるってことか。魔力的な何かが起こったのならその発動者を特定こそできない程度ではあるけど、その場に魔力痕跡が残るのが当たり前で、それがまっさら消えてるとしたらそれこそ不自然で、その場所で何かが起こったのが明白って状態になる。犯罪の証拠消しにしたって使いどころが難しそう。でも用途を絞れば使い勝手はいい。例えば売りに出された貴族の邸宅とか高級なホテルの部屋とかで清掃用に使われてたりしてる。それからテンプラーが使ってるようにあからさまでも襲撃の魔力痕跡を丸々消したり。悪魔付きの痕跡も消し去ることは可能と。もし身内に悪魔付きが現れたならこの薬使おうと考える貴族もいるかも。だから調査の取っかかりにはなる。そこまでして悪魔付きを存在していなかったものとしたい気持ち、本当に救いようがないな。ただ前提として人間にそもそも原則として悪魔付きが発症してないんだよね。この半年でシャドウガーデンは80人以上の悪魔付きを保護してきたけど、その全てがエルフか獣人の女性だった。私たちが知っている人間の悪魔付きはそれこそクレア様だけで、例外中の例外だよ。興味深い。マスターが許してくれるなら実験台にしたい。それはさすがに怒られるんじゃないかな。怒られるだけで済むなら安い。いやいや、ダメでしょ。旅立つ前にイータから提供してもらった魔力痕跡を除去する薬についての情報、まあ出回りの少ない薬なのは事実だし、何かの尻尾に行き着くことはあるかもしれない。それじゃあ早速調べさせてもらおう。
薬品店そのものには怪しいところはまるでなし。だけどこの2週間で該当の薬品の在庫が大きく動いている。薬品を大量に買い付けたのはミドガル王国の貴族マルケス公爵家。優秀な魔剣士を代々輩出している名家で、特に尋問官や潜入捜査官の分野において定評がある。売りつけた薬品店側の印象としては、浮気現場の証拠でも消すんじゃないかという受け取り方。実際魔力痕跡を消すわけだから、そういう目的でも使われることが多いらしいけど、最近になってマルケス公爵家がミドガル王国におけるテンプラーの活動の後ろ盾になったとか。でもそれなら活動に必要な薬品をいきなり一般の薬品店から大量に買い付けることもない。聖教とのつながりを感じさせないためにあえてこういうことをしてたり。とにかく当面の探る先は決まった。マルケス公爵家から果たして何が出てくるか。これでただの浮気の証拠隠しだったら、テンプのゼータいよいよ焼きが回ったって感じかな。ま、やってみるだけさ。